ってまいりました BB 五郎チャンネルでございますけどもね、ありがたく登録者2万人いったということで、まあ私細々とね地味に地道にやっていて皆さんにね助けていただいてたんですけどもね、こんな方もね祝福したいということでね、来ていただきました。ご紹介の方はね、まあ自らしたいということなんでどうぞタブレット順です。よろしくお願いします。純ちゃんご無沙汰しておりますね。久しぶりですね、はい、前事務所が一緒で、まあちょっとねコロナこういうご時世になってからね、ちょっとお互い好きなことやろうってね、うん、ちょっとありがたくお世話になってた事務所を離れたんですけどもね、それ以来なんで、うん、20年ぶりぐらいそんなに遅くなってないですかでも2年ぐらいですね、経ってるはい、毎月ね、しょっちゅう会ってたのに、まあ、あれですね、まあ、事務所ライブがあって、そうですよね、ネタ見せとかオーディションみたいなのがあったんですけどもね、すごいちょっと一昔前な感じがしますね。どうですか最近。いやそうですね、本当にもうちょっとこのコロナが長くなっちゃったんで。そうですよね。いつになったら戻るのかな。もうね、歌声が本当すごいんですよ。ちょっと下ネタになるかもしれないですけど、本当に下半身にビーンってくるぐらいの、ね、低音の下ネタ持ち主なんですよ。いや、本当にこれね、ジーンとくるんですよ。すごいんですよ。下半身に。はい。まあね、それはちょっと後ほどでやってもらうんで、ちょっとこれ、私オカルトチャンネルといいますか、これ怪談のあれなんですけども、純、はい、ちゃんが実は本当怪談そういう持ち主なんですよね。そう、最近どうですか。まあお仕事ないんでちょっと宿泊とかないで、そういう経験さほど最近はしてないと思うんですけど、もし何かありましたら。まあその僕結構その金縛りがまだ、はいはいはい、まあ、子供の頃から、でもその除霊に3回今まで行ってるんですけど、はいはいはい、ちょっとその見てるお客さんがちょっとやばいよと。お客さんがやばい。お客さんからのあなたちょっとすごいついちゃってるので。生き霊みたいなのがですか。そう、見てもらった時やっぱ生き霊も結構多いみたいな人もいたんです。でもな、確かに純ちゃんの歌声聞きたいっていう人結構、前同じ事務所でライブやっても、その本当新宿でね毎月やってるんですけど、やっぱ来ていただけるお客さん大阪から来たとか九州から来たとか、うん、やっぱそれぐらいやっぱ純ちゃん見たいっていう、本当5分ぐらいしか出番ないんですよ。それなのに見たいってことはやっぱすごい思いがあるんでしょうね、まあ、ありがたいですけども、そうですね、3回そういうことがあって、本当にまあ取り憑かれやすい体質というか、はいはい、揃ってそれは言われて。最近もじゃあ金縛りか何か。ちょっと去年去年鼻の手術をちょっとしたんですけれども、ちょっとヤフーニュースさんで見ました。はい、はい、見ました見ました。その時もやっぱ結構割と久しぶりに金縛りになって、まあ、病室で、なった途端に男性の腕だと思うんですけど、こう割とたくましい感じの腕がこうどさっと落ちてきたような感覚で、なった途端だったのでびっくりして、なんて言ったかな、なんか消せねえんだよなみたいな、こう消せない、わかんねえんだよなみたいな感じのことを言って、たのはっきり聞こえて、自分結構その実際動いてるのかちょっと分かんないんですけど、動いてその手を掴むことも、本当にその掴むっていうか、その人の手の本当にその毛が生えてるとか、そういう感覚まで分かるぐらい、結構生々しく、本当にだから人が、隣の人がこう来たのかって思っちゃうぐらいのリアルさで、いつも。でラジオもかけてるので、そのラジオのラジオ深夜便とかがいつもこう聞こえてるんです。渋いですね深夜便のそのもう全然事細かに国名にそれも覚えてるんですけど、その中でそういうことが起きてるので、だから寝ぼけてるってよく言われてしまうんですけど、一応まあ起きてはいると自分では思っていて、その中でその人がいるとかそういうのがあまりにも鮮明なので、毎回いつも
本当に霊現象というか本当に人が入ってきたんじゃないかと。あれはあるんですか、なんか人が入り込んできたなってもう確実に分かってその人になっちゃったっていうことはあるんですか。なったことはないかな。なったことはないんですけども、そのさっきのちょっとトイレ行ってくるなとかそういうのないですか。入ってきた急に。いつも座ってしっかりしてたんだけど立ってするようになっちゃったとかそういうのないですか。確かに。水を流したらすごい勢いが良くてびっくりしました。ジャーッと飛びしてしまった。それは違う。あ、違うじゃないですか。違う話です。でも乗り移ることあるんですか。乗り移ったというかですね、まあ、そういうその人の行動をちょっとしちゃってるなってなんとなく思う時が。そこまでは多分自分ではないつもりなんですけども、まあ、さっきその言ったやつ分かんねえんだよなみたいな、はいはいはい、まあ、ちょっと結構その共通項というか割とその金縛りになった時にその大体声が聞こえるんですけれども、そういう一回河口湖で10年ぐらい前に、まあ、一人で結構酔っ払って、まあ、こういう泊まった方がいいよみたいな、で河口湖の結構反応割と寂しいところに泊まった時に明け方、もう起きてたんですけど、急にピキンと、お金縛りになって、割とはっきり。起きててもなるもんなんですね。起きてても結構急になるというか、落ちるというか。で、その時は割とはっきり見えたのは、あの時が一番かもしれないんですけど、はい、もう子供が入ってきて、本当に普通に、あれ、鍵閉めたつもりだったのになぁと思って。で、ずっとこう、金縛りになってる間もそのこう 見るとまだいると思って、なんだろう、でその小判を見ながら、うん、分かんないんだよなって言ってて、その鼻の手術の時と一緒なんですか。そういうなんかその疑問を感じているというか、そういう言葉がすごく多くて、それっていうのはまあひょっとしたら後で考えると、そのよく亡くなった方ってその不意に事故で亡くなった方とか、その死んだことに気づかないでみたいな、だからよくわかんねえんだよなって、その今の自分が何なんだろうっていう。そうですね、なんか生きてると思いたいけどちょっと誰も相手にしてくれないしなみたいな、そこはちょっと僕のある種私生活というか、そういうところが存在感がついてるか、存在感というか、なんか自分もでもすごい子供の頃から結構生まれ持ったその性のオーラが薄いみたいな。それを大阪に行った時にお寺のお坊さんが、金縛りになるっていうのはその申し訳ないけど、あなたはちょっと生まれつきその生きてるというか、まあ正直半分死んでるんです。, 笑っちゃいけないですけどね。まあ、どっかで亡くなってるはずだみたいなこともちょっと。でもだからそういう思うんですけど、そういう芸能界の中でものすごい活躍されてきて、いまだに一線張ってるそういう大竹まことさんとか、いろんなそのもうすごい有名な、まあ、まああまり言い方ですけどビッグな方にものすごい可愛がられるじゃないですか。それっていうのはむしろなんかその可愛がってあげたい、なんか助けてあげたいと思うんですかね。ああいう人のすごいオーラが出てるじゃないですか。いや、そのありがたいことなんですけど、まあちょっとある種同情的なところもあるかもしれない。でもそれでいいことなんじゃないですか。同情でも。あとまあその霊と一緒でこうある種入り込みやすいというか、こう。人によっては入りたくないっていうか、その近づきたくない人もいると思うんですけど、自分の中ではこうある種だいぶ人生経験を積んで、そうですよね、多少その心にゆとりができてる人は割と相手にしてくださる感じは。白木太郎さんとか。なんでそこ。白木太郎さん好きなのかなと。いや、戸川雅子さんのいとこですね。あ、そう、よくそう、そう、そう。戸川雅子さんが割と僕は、まあ、ちなみにあの入り口的なところに。戸川さんって、渋谷のジャズのお店なんですか。そうですね、あのシャンソン。あ、シャンソンですね。青い部屋と、はい。青い部屋、そうです、そうです。そこに割とマヒナに入る前に、あ、マヒナスターズに、はい、ね、多分皆さんの方が知ってると思うんですけど、マヒナ3代目ボーカルだったんですよね。そうですね、はい、
2002年からですね、うん、加入は。まあ、そうで、とは、まあ、合ってたんですね、今適当に言ったんですけど、合ってたんですね。合ってたんですね。2002年あが終わった時、あ、終わった、あ、いや、あ、合ってます。お、合ってます。2002年から、まひなさんに。そうですね、来年一応20周年、はい、ということなんですけれども。まひなスターズのリーダーのね、初代リーダーの息子さんは、招きの湯で働いてますから。そうですか。あの、イベントとかすごい楽しいこといっぱいやってますんでね。楽しい、その招きの湯で楽しいイベントがあったら、あ、これマヒナの息子さんがやってるからなって。そうです。でも楽しいイベントやってますからね。いいです、確かに。お互いお世話になってるんですよね。そうです、そうです、そうですね、はい、そう、僕はその入り口がマヒナだったんですけど、はいはいはい、まあ、そのマヒナとデュエットしたということで戸川雅子さんが、はいはい、それでマヒナに会えるかなとか思って青い部屋に行ったというのが、割とマヒナに入る前にその青い部屋でたまにちょっとお客がいない時とかに。ああ、戸川さんも結構霊感の持ち主だったんですか、かなりね。そこはでもあまり聞いたことはなかったんですけれども、うん、でもそうですね、まあその自分の入り口というか、結構青い部屋というところに行き始めてっていうのはあったんですけど、まあ、今志賀太郎さんからそっから飛びしたんですね。飛びして、でも青い部屋さんで僕一度出演させていただくたことがあるんですよ、ライブで。あ、そのライブが大川小遊さんの人が主催だったんかわからないですけど、かなりなんか空気がおかしかったですね。なんか、いや、でもなんかすごい、あれ、なんかちょっと僕は霊感ないんですけど、うん、あの、なんかすごい地下に入るところですよね。そうです、あ、そうです、ね、なんかちょっとね、寒気がすごいしてたなっていうのがそしたらそこの、うん、松本キックさんか、松本キックさんものすごいあの主催だったんですけど、大川工業さんに所属した時、はい、若手の方だけで集まってやってたんですけど、かなり霊感がある人なんです。あ、そうなんですか。そうです、だから呼んじゃう時もあるっていうなんか話してて、であと何人かの人もその、あの、霊感が強い人で多分呼んでたんじゃないかっていう、その後でもすごい寒気がしてて。そうです、あ、本当ですか。そうです、そうです、私ちょっとそういう空間ではありましたね、確かに。まあ、それでそう、まあ3回まあ除霊に行って、それ除霊ってどこで調べるんですか、お客さんが教えてくれたり、そういう芸人だったりミュージシャンだったり、そういうイラストレーター、そういう方が教えてくれるんですか。そうですね、その大阪とかはそういう本当にかなり信用できるところだからみたいなことで行って、まあ、そう、胸とか触られなかったですか。なぜか、あの、母親と行ったんですけど、その頃。あ、お母様と。まだ田淵淳だった頃で、はいはいはい、割と自分、本当一番。まだベビーパウダーをその辺にパタパタやってたんですよ。どういう。かぶれちゃうからですか。かぶれちゃう。肌弱いんでね。それで、そう、もう結構一番節制してる時期というか、本当にお酒をもう本当切れ目なく、ある種もうほとんど依存症レベルな、その時だからこそやっぱ説得力があったというか、まあ、その生活そのものがもうダメだからっていうことで、もうあなた、そのなんか割り箸を使って、あなたもこう寝た時に普通はこう、まあ、どんな人でもこうちょっと霊界に近づくものなんだけど、あなたはもともとの魂がここにいて、寝るとここ分かる、こう霊界と一緒だから、あなたもほとんど死んでるみたいなものみたいな、だからたくさんの大勢の人の声聞こえるでしょって言って、すごいですねこれ、なかなかこんな、なかなかないです、すごい演出ですね、はい、これ演出ですから2万人再生突破、再生じゃない2万人登録者数、ありがとうございます。さすが2万人ですね、はい、それで声聞こえるでしょって言われて、ただ実際は結構あの最初はあの大勢の声から大体かな、絞られてると入って、それで誰かが近づいてきて、で話しかけてきて、であの本当に普通に世間話になっちゃうぐらいで、亡くなったんですかって言うと、まあなみたいな感じで、でなんで亡くなったんですかとか言うと、まあ肝硬変とか本当に言って、でどこの病院で、岩相模の病院でとか、本当にすごい、その会話になるんですね、そのすごい、それ相模原に住んでる時だったので、あ、じゃあ結構やっぱお酒飲んだんですね、
まあな、あの頃はみたいな、こうそんな感じなんですよ、最近ちょっとそういうのはなくなったんですけど。ってことはじゃあ少し現世に近づいてきてるって感じなんですか。どうなんですか。まあだから結構不摂生して、まあ、今もしてるんですけど、当時のその不摂生ぶりはちょっと多分本当に死に近づいてたんで、よく良かったですね、その大阪の払う人に見ていただいて。まあでもあの時はちょっと母親のいる前でそんなこと言われたから、もうなんか暗い気持ちで、あの、でもお母さんも言うとすごいもう助けたいって気持ちだったんじゃないですか、何か。まあ、たまたま僕が旅行的な感じで母はついてきたって感じだったんですけども、まあ親もうすうす気づいてたと思うので、うん、でそれで、まあ、それからちょっとして芸人っていう感じになって、はいはいはい、まあそのお酒とかで言うと、まあ、その舞台でお酒飲まなくなったのは芸人になって初めてだった。舞台で飲んでやってたんですね。もう10年ぐらいは、はい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 、だからお酒が本当切れてない状態だったので、だから本当に半分あっちに行っちゃってたのかも。ああ、でも良かったですね。いやいや、本当芸人になって今の事務所の社長さんに引っ張ってもらって。五郎さんに良かったですねって言われた。僕はもうお酒やめましたからね。信じられないですね。いや、もう一緒にもう結構ヘベレケになってたんですけど。通院してた。そうですそうです。もう一切の僕は。僕はちょっと寂しい。五郎さんとまた通院したいなと。いや、まあね、本当に。もう。やっぱ飲まない。一切ます。昔ね、僕住んでるの練馬っていうとこなんですけどね、立ち飲み屋で飲んでるからって連絡いただいたんですよ。で、僕飲みに行く時とかって本当お金だけ持ってくんですね。財布とか持たない、札とか小銭とかポッケに入れていくだけで、スマホとかそういうの一切持つのが嫌いで、純ちゃん立ち飲み屋でいるって言ったら、練馬って立ち飲み屋3軒ぐらいだよなって言って、名前がなんつったのかな、電光石火って言ってたんですよ。電光石火かと思って探してもないんですよね、3軒ぐらい。全部違うんですよ。それでその辺のちょっと串焼き屋さん入って申し訳ないですけど、ちょっとお忙しさ、すいません、聞きたいんですけど、つって、電光石火さんっていうね、ちょっと立ち飲み屋探してるんですけど、って、そんなとこないよ、つって、いろいろ探して分かったのが、線香花火だったっていう ね。入った途端もうしおれちゃって、線香花火の最後みたいになってたっていう話があるんですけどね。それも、もう覚えてないんですけど、僕が線香花火と言わずに、電光石火って4文字事項だよ。すごいな、それ。ああ、そうです、はいはいはい、懐かしいですね。まあね、それまあ本当によく飲んでましたけど、じゃあちょっとで、この後またとっておきの話をね聞きたいと思いますんで、今週はですね、まあちょっとそういう最後に、その大阪、まあ名前言ったらですけど、どういうところ行けばいいんですか。その例えば金縛りで悩んでるとか。そうですね、僕ちょっとそのお寺の名前はちょっと忘れてしまったんですけど、多分結構有名な、塩をもらって帰ってきて、塩をもらえるというか、キリン寺とかじゃないですか。違うんですか。キリン寺で、はい、いや、なんで分かんないですけど、そうです、なんか黄色着てたんで。ちょっと名前を忘れてしまったんですけど、お寺の方がいいんですか、そういうのって。まあなんとなくその霊能者というか、その信用できる方とやっぱちょっとこうピンキリな気はしちゃうんです。お坊さんって言うと。お金取られたんですか、その時。あ、でもほとんど 取られない。ああ、じゃあそれも聞いて言ったという感じだったので。うん、そっかその塩もその司法に言われた通り置いたんですけど、一晩で全部水液体になってしまう、はい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 、それも普通ちょっとありえないとは言われたんですけれども、まあ、本当に見事に液体になっていて、そんなこともありましたね。ある酔っ払いな芸人が、そういう霊感が強くて、やっぱ盛り塩を置いた方がいいよって言われて、うん、家の外に置いてて、そいつも酔っ払ってたんですよね、うん、ただやっぱ次の朝ものすごい溶けてる、なんだりって言ってたら、結局酔っ払っておしっこしてたし。
これをさすがに僕はないと思うんです、はいはい、まあね、執行猶予がついたって話です。相変わらずご老婦ですね。まあね、あの結構真面目にやってますんで。真面目にふざけてるんで。なるほど、面白いですね。まあじゃあ今回はね、ちょっとそういうあの金縛りにね、ちょっと合うんだっていうお話を聞いたんですけど、次回はですねちょっと例の話をいろいろ聞きたいと思いますので、今週といいますか今回のゲストタブレット純さんでした。ありがとうございました。あ、タブレット純チャンネルもよろしくお願いいたします。